あれなんでここにいんの？野島さん。イエーイ。今日は何しました？今日はですね、はい、静岡にハンバーグ屋さん、爽やかに爽やかを、はい、行きましょう。はい。東京、静岡の、うんうんうん、入って、おお、いけた。チュ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 ーン。じゃあ、シェンコワルトに。シェンコワルトに。はい、シェンコワルトに。シェンコワルトに。フルサブを戻さない。フルタブだから立てたまま飲むタイプ。そうなんですよ。鼻にグサってなります。その方がなんかしっくりくる感じ。なんかしっくりくる。しっくりくる。初めて見た立てた。本当ですよ。なんかマジシャンっぽく食べてください。はデリおー、すごい、マジシャンっぽい。うわー、なんかほんと美味しい。よかった、うん、これ何読んでるんですか？グレーターマジックライブ。グレーターマジック、おすすめですか？ボリューム2、はい、おすすめです。おすすめ。これ売ってるんですか、マジオンで？今度売ろうと思ってます。おー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 。これは非常にできるマジックとできないマジックがいっぱい出てるんですけど、なんか中身見せちゃうと著作権的に。なるほど。著作権でも切れてるのかな、はい、まずいよ。まずいですね。はい、じゃあそれは後で演じてください、はい、マジで。はい。なので今爽やか、もうちょっと待ってくださいね。はい。ちょっと今爽やか探してるんで、ちょっと待ってください。ああ、出てきた。随分遠くから見せます。はい、そうっす。今まず日本地図で。日本地図から駅があっち側です。あっち側ですね。はい、行きましょう。これを、東急ハンズでこれをゲットしました、はい。ピタゴラスタンド、はい、なんとレジで9割引きで売ってたんです。だから定価4000円のところを9割引きですから。何かっていうと、は？何これ？ちょっと待って、なんかいろいろ入ってた。で、ほいほい、何でしょうこれ。これスマホのスタンドなんで。スタンド、これが4000は高いやろ。それが4000するんですか？いくよ。はい、はい、で、これで ちょっといいですか。こうやってね、はい、こう、スマホをね、はい、野島さん、はい、これあげます。ありがとう。おい、マジで入らねえぞ。マジで。どうしよう。いや、本当にね、はい、正解買わなくてよかったです。はい、よかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。絶対に解けないパズル。絶対解く。いや、俺なら解けます。野島さんしか解けないパズル。はい、そうですね、僕ぐらいじゃないでしょうかね、このパズルでもね。俺かレナート・グリーンかです。お、ちょっとこれはいい感じなんじゃないですか。受けましたね。ね、ちょっといや、この陣形が良くないですね。はい、ハンバーグの焼き加減が気になる場合は鉄板が熱いうちに押さえていただければ火が入ります。これは塩を頼みます。塩が醤油だな。
ラーメン何でも試してる。すごいいいホテル。はい、鍵がかっこよくないですかそれ。めっちゃかっこいい。鍵なんかかっこいい。センチュリーの鍵。センチュリー。めっちゃかっこいい。鍵かっこいいですね。ディズニーランドとかなんか一個なんか。すげえ、こんないいホテル取っちゃったんですか。間違えた。間違え。向こうも間違えてるじゃん。向こう間違えてます。俺あ外景色見えんじゃないの。これだけど、え、これ外の景色出るんじゃないの？出ますよ、絶対。出るよね。絶対出ます。ガラスだもん。うん、そうですよね。出るよ。絶対出ますよ、これ。今10回やけど。おーおー、来た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 。日本体、あの、静岡、暗いね。暗いですね。まあ、まあ、うん、そうですね。そんなこと言ったら、叩かれますよ。静岡いや静岡でもいいとこですね。耳キーンとなった。あーすごい。氷、氷ですよ。氷、え、ちょっと待って、これ見てみて。氷部屋、氷部屋です。氷部屋、氷部屋だよ。かっこいい感じ。 いいな、これいいですね。あ、ごめん、ちょっと待って高めのやつカチッと昇格ルームこうか。なるほど、ヨーロッパ式ですね。あ、そうなんですか。そうですね。あー、なるほど、なるほど。あー、これ、これ間違えましたわ。あ、もう、ラブラブじゃないですか。ラブラブになっちゃいます。これ、いくらでしたここ。13,800円。13,000円ぐらいですね。はい、わかりました。でもさ、でもさ、そうそうそう、2人でなら東横インと同じ値段で、はい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 、静岡の夜景です、はいはい、うん、おー、なんかうん、あ、でも、駅が一望できますよ。駅が一望駅が一望できてるんですね、すごい。まあ、それはこれもう1時過ぎてるからね、うん、あ、前1時過ぎてね、12時半ぐらいだから、うん、なんかガラガラですよ、うん。あそこはあれ、泊まってるとこじゃないですか。誰が？シェーンさん。あ、シェーン。あれ？あ、アソシエ。アソシエ。森山さん。はい。シェンコバどうでした？シェンコバはすごい、自分やってる人だなって。言ってることもやってることも、全部真面目だったね。うん、だあれで、唯一真面目な点があるとしたら、ラーメン2杯食べたことないですよ。そうですね。マジですか、ラーメン2杯。ラーメン屋でラーメン2杯食べるのは真面目なんですか。はい。もうなんかでもこっち側はなんかいい感じなんですか。こっちもいいじゃん。こっち側いい感じですね。すげえ建物いっぱいあるじゃん。さっき秋のあっちなんかもう、うんうんうん、街の切れ目が見えたもんね。でも山すごいですね。存在感。カレー屋ガルソンです。どうですか、野島さん。ん？ジョニオさんのおすすめです。ん？ん？ん？何これ？すごいですか？食べたことないカレー。いや、まず。静岡最高。